こんにちは、サンロードの花園です。サンロード駅ではですね、今日から大創業祭開催いたしております。本日はその創業祭1日目の様子をお届けいたします。バー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 ナナーバ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 ーナーポテトナーということで、明日までですね、農産部も店頭販売いたしております。バナナもお安いですよ。塩サブや味の開きなどの店頭販売、こちらも行っておりました。サンドイッチやショートケーキ、あとカップケーキなどですね、こちら格安にて販売いたしておりました。本日はですね、奮闘金の甘口ポン酢、こちら国産の生姜が入ったポン酢ですね、こちらの試食販売しております。こちらのポン酢ですね、ほんと生姜の風味がいたします。ぜひ一度お試しいただければと思います。お肉のコーナーにおきました、こちらのですね、サンロードオリジナルの極うまタレで味付けいたしました。こちらのですね、試食販売行っておりました。春屋書店の店頭ではですね、射的やおスーパーボールすくいやとヨーヨー釣りなど、行っておりました。こちらですね、あさってまで行いますので、ぜひ遊びに来てくださいね。明日はですね、先着30袋限りで食パン、こちら1袋10円、1袋10円で販売いたします。またですね、イベントといたしました、野菜とお魚、こちらの店頭販売行います。また明日もですね、サンロード商品券500円券が当たる抽選会開催いたします。まだ3時からはですね、じゃんけん大会行いますので、ぜひ明日もですね、お買い得商品目いっぱいご準備いたしますので、サンロード駅の大創業さんにご来店いただければと思います。それでは今日はこれで終わりたいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。